準決勝はラット VS シュン。変態デッキの使い手として知られる2人の戦いは引き分けが連発する展開に。激闘を制したのは果たして。はい、それでは、シュン選手から、フレンドバトルの申請をラット選手にお願いいたします。はい、さあお願いします。よろしくお願いします。待っていく。さあ始まりました、ラット VS シュン。変態デッキを使うから注目。いや、めったにやんないっすね、シュン君のバトル。やばい。さあお互い見合っていきますね。大型でしょうか。重量級っぽい構えですね。もしくは緊張してるかどうかですね。はいはいはい、正解。お、大正解。いや、割と余裕です。お、お、初手ラバやっていく。ロイホグしかし逆サイスケルトみたい。ここには何もできない。さあロイホグ珍しいですね。結構採用は珍しいです。バリング、オーバリング。このバルーンが結構辛そうだが、さあコウモリで対応する。宝石コウモリでバルーンが残る。ワンチャンバルーンが届くか。おクローン来た。変態デッキ、ここバルーンが届かない。このミラージ爆破に、爆破爆破で、さあザッピーが消える。結構ダメージ入りましたね。さあ序盤からかなり熱いですね。早速クローンを使ってきたシュン選手。ナット選手のこのデッキは結構珍しいですね。はい、さあインドラ、さあタイミング重なって、ここはギャングで、さあ決め打ちポイズン。これはこれ入りそうですね。いいダメージ。インドラが寄っていく、寄っていく、はいはい、これはいいダメージ入りましたね。まあでもラバーは一気に持っていく力で、確かにクローンまだまだ、はい、おっとこれつけていく。これは対応できるのか。コウモリからのガゴムレ。さあポイズを切った後のここはガゴムレが痛い。さあどう止める。アウトロー使ってしっかりと。いやうまい、防衛がうまい。ガーゴイルが実際にホバがミリ残っている。これはやばい、かなりめんどくさいぞ。さあ大ダメージには繋がっていかなかったですね。さあこのミリ残りホバも一発入る。そしてここに来るのか、これ何もしない。来た、さあ来ました。さあザッピーの後ろにロイホグ。さあこれザッピーがいい働きをして、インドラが、さあここでここにはエルトン部隊。さあ先ほどガゴムレが見えたんで、ここにポイズン打たないという選択ですかね。だがしかしカウンターの形が結構。さあラマの後ろ右に逆サイドラッシュ。ラマの持ちで、さあザッピーで止まるのか。クローン、これで一発前に押して、前に押して、あ惜しい。いや、バカが2個入る。さあ、427。さあ、分からなくなってきた。このロイホグは、これが止められない。ダメージが、一発でも入ったらこういう寸限になりそう。さあ、これがきつい。されていく。さあ、最後、望みのバルーン。さあ、ワンチャンクローンとかありますからね。斜め。しかし、これは、バッハだと思った。いやー、じー。グッドゲーム。面白いですね、1回戦目から。やっぱ変態デッキなんで。変態ですね。ド変態ですよ、ド変態。さあ、さあお互いやばいですね。早い、準備完了したようです。僕は大丈夫です。申請します。さあ、あばんないな。緊張してる。だいたいだいたいこういう時バンがあるって考えしてるよ。お互いして、さあ始まりました。2回戦、2戦目。あ、そのスタンプ持ってない俺。さあ新スタンプ破っていく。古い、お互い余裕がありそうですね。お互い古い、お、余裕がありますね。なかなかラット選手1本取ったので余裕がありますね。さあメガゴから展開、先に仕掛けていくのはラット選手。対する、さあシュン選手はライドラと。さあかなりラブメタって感じですかね、はい、これは何もしないお互い。さあ静かですね、やり合っている。これはどっちが勝つの。お、ここで延命してくる。オシバボを使ってフリーズ、ライドラ咲いた後なんで、このフリーズはそうですね、かなりきついですね。しかもこれがタワーの圏内に入っている。しかし言うので、これはさあ防衛して、さあ守って、この言うのが厳しいか。お、タデスケ反省もしっかりある。これ陸受けがしっかりしてる感じですね。お互いまだ分かんないですね。ババ小屋、さあババ小屋
お、これゴーレム。ここでゴレ。ポイセンゴレ。ポイセンゴレ。最近のあれですね。さあ流行りの。はい、言っちゃうとあれなんでね。ちょっと言わないですけど。さあゴレプリ。さあしかしババボヤがあるんでこれ入りにくいですね、かなり。このホバリングには目がごしっかり当てて。いや。ターゲットが。さあホバもしっかり処理していったが、ここで何が出るんですか。さあこの空軍が辛いぞ。さあライトロ、さあしっかり、いやーライトリング、左下いく、ここでおダメージに、いやーこのビビドロのダメージが痛いですね、かなり。さあさあお互いかなり手の内がされたところですけど、ゴレは完封するのがかなり難しいんで、そうですね、チョコマンがダメージを与えてくる。ゴレライトってことでライドルはきついですね、かなり。さあどう攻めていくか、こっからっすね、2倍タイム入ってたもん、お互い。さあこれどうですか、ゴレ的にはこの展開はどうですか。これは素晴らしいと思いますね。素晴らしいですね、はい、なるほど。しっかりとダメージ削れてる方に形を組んでいく。さあこれは捨てるのか。さあ捨てない、グリーンソーを見て逆サイド、やっぱ捨てるのって俺だけなんですかね。まあそれはそうかな、それはそうかな。さあライトニング、おしっかり入って、さあこのゴレが止まんないか。これはバカがギリギリ入っていかない。これは熱いぞ、いい防衛だ、いい防衛だ。さあしっかり防衛して、さあしかもこのコマがね逆サイド向いてるんで、これはカウンターにつなげていく。さあ両サイド、これはかなりどう守る、コマが先行しているか、包丁が入って、さあどっちも入っていく。さあさあこのコマがね、このコマが結構めんどくさいですね。このホバは捨てるのか、捨てるのか、捨てない、ない、はい。さあベビドラに何を当てるのか、ライドラ、ライドラ、ライドラ結構いい働きしてる、かなりですね、来てますね。さあさあこれここでチェーンしていく。さあ突進が止まって、読みですね、これは読みですね。さあ早い雪玉、タルバを転がすがあまり意味なさない。さあダメージが入っていかない。さあしかしお互い同じようなダメージ、これ攻める、グリーンスリーライドラ、しっかり防衛、しかし防衛をしているとかなりゴレが出しにくいが、さあここでファイブが当たっていない。ここは右残り、うー止めていく。さあしっかり、お縦線を切ったと、これはかなりつれ、かなりつれぞこれは。さあプリンスを出さされるから、ラットさんの方は結構防衛に回ってる感じなんで攻めれてないですね。難しいですね、かなりライドラがね、かなり厄介ですね。じわりじわりダメージを削っていって、さあこのババ4体も無視ができない。さあ、さあ綺麗な防衛、メガゴがしっかりと、さあ読んでいく、うまいですね。さあ攻撃もしっかり使って、さあここでカウンターですかね。さあこれどうだ、ライドラでしっかりとプリンスを、ライトニングが来るか、ライトニングが来て、さあこれは止まるか、止めるのか、止まっていく、素晴らしい防衛。さらにこれはコウモリがいやらしい。さあ残り1分10秒切ろうとしてですね、しっかりと防衛して、シュン選手は攻めたい方向に攻められてるんですけど、ラット選手が防衛に回っている、これはかなり辛いです、ね、全然ゴーレム展開できてないんで、これはそうですね、永遠に攻め続けられてる。さあババゴレ見て逆サイド、ここには北条ババゴレ、さあ決め打ちライトするのですが、これがどうなる。さあこのライトニング打った後のライドラを生かしていきたい、これ一気にカウンターで、さあ雪玉打つんですが、お、さあ縦付きをなんとか間に合わせてしっかり回してます。さあさあさあ、さあこれでライドラを延命していく。あー残らない、残り30秒、どうなる、どうなる、これは引き分けワンチャンの線、引き分けの線も見えてきましたね。さあこれはホバリングが、ホバリングが入っ て, 入っていく。さあさあタルババリッター上げて、変わってる。さあまだパイボ圏内じゃないんで、パイボ圏内ではないですね。これはどうなる、ユーナが入らない、フォアを出して、あ厳しいか。さあ引き分け、引き分けですね。いやいい試合、熱い、熱いっすねさあお
互いかなり防衛の堅いカードが多かったですね。さあそれではお二人とも準備ができましたでしょうか。はいはい。それでは俊選手から、申請を出してスタートしてください。お願いいたします。さあ始まりました。引き分け2回挟んでのよろしくお願いします。お願いします。4試合目かな。さあもう足がスタンプも割と枯渇してるんじゃないかな。さっきと同じ感じの展開から。さあさあザップ、先ほどと同じ感じですね。今眠たいのか。眠たいのか。さあギャング、これはコードですね。空気同士スタンプを使わせてからのギャング。なるほど。さあユミドロコウモリギャング。さあ来ました。また来ましたロイホグ。大好きですねロイホグ。さあ少しダメージが入ってしまった。ユミドロ帰ってこないで。さあ独り言が激しいのが瞬結構入ってますね。これもこれはこれはかなり大ダメージ。しかしここを無視したことによってアドがかなり生まれてます、ね。はい、ロイホグは完封するのが難しいんで。そうですね。チョコマカ、さあババゴヤ、さあこれどうする。最近のトレンドなのかな、わかんないサインドアレ、うん、これラバーかな。トマスケ、さあ逆サイじゃなくて同サイですね。はい、逆サイですね。はい、逆サイですね。はい、はい、逆サイですね。はい、さあギャング、ここは一気に攻めの形を作って、ファイボが回ってないことを知っているか。あ、ミミドラ、ミミドラ頑張って。うっ、ミミが、これはかなりミミがマスケットやり込め。さあ少し捨てが甘いんじゃないかと。捨てが甘い、捨てが甘い、厳しいお言葉ですね。かなりいい感じにでもダメージが入ってるんで、これはまだわからない。ミミが、いやしかしキングが危ない。すかさず防衛、マスケが残っている。まだ分からないですね。捨てが甘いですね。捨てが甘いですね、これは。くそ、捨てが甘かったか。さあ、ファイボ圏内ですが、意外とファイボを使ってしまうと、落としていきますね。はい、しかし、ちゃんとカウンターのマスケを出しているので、かなりこれ、ラッド選手優勢ですね。さあ、ファイボが、ファイボ、さあ、しっかり当てて、素早い、若いですね。若いですね。写真変わんないんでしょ、年齢。16歳。若い若いわ。さあインドでバスケットタゲ取ったが2周目。さあさあこれ捨てたんですかね。捨てですね。さあ捨てが生まれた。捨てが生まれたことによって攻めの形が完成した。にファイヤーボールを打って、これはこれは意味が入っている。さあこのインドラが入っていく。やばいか、これは、これはやばい。だけ日曜熱い、いい戦い。さあ穴掘り削られるとファイボ圏内持っていかれるが、引き分けはもうなさそうですね。さあここでキング、さあここで攻めないといけないと判断してから墓石。さあタラババが届かない位置に墓石置いてる。うまいですね。いい防衛ですね。ギャン、さあギャングを切ったタイミングビガ、これはファイボが、おー、さあさあファイボ圏内持ち行った。リモン圏内なんだと回せば勝ちなんですが、さあラット選手どう攻めていくのか。さあ真ん中マスケを警戒しなかったって捨てですね、これは。なるほど。さあさらに回していく、手札を回して、ロイホグを防衛できるか。さあさあこれがどっちが早い、どっちが早い、ファイアボール、どっちが早い、どっちが早い、いやーシュッシュッシュッ。さあ1対1ですかね、これで。うん、はい、いつからリモン圏内だった。長い長いですね。さあちょっと、まあ、今のキーポイントは捨てですね。捨てですね。途中の捨てですね。あれは。オーケー、行こう。反応するの忘れて。さあ来ました。よろしくお願いします。お願いします。これが最後の試合となるのか。足が震える。またスタンプを送り、あわあう。さあ、あわあう。あわあう。あわあう。こうスタンプ送ってる時にピュンってくるんでね。剣ですよ。そういうゲーム。さあ来ましたね。おラバー、メガゴを見て初手ラバ。
さあ、しかしこのメガゴーどうする？もうサードじゃないですか。ステス、サードですね、サードですね。メアド、メアドじゃない。メアドじゃない。メガゴーとアドが今重なってメアドになる。そう、捨てなかったですね。捨てないですね。捨てとか言いながら捨てていかない。これまた学んでるんですよね。学んでる。はい。さあ、このやりゴブがだるい。かなりだるい。アイスルド勝利して、おっ、いく。何ですか、これは。これはダクネクベビードラなんだ。さあ、さあ、はしまへゴーレム。さあ、ダクネクもミリで残って、これは。いやー、しかし、このガグブレになるまで、ね。ガグブレが、爆破で、勝利していく。さあ、さあ、両者攻めが絶えないですね。そうですね。だが、しかし、ダメージリードはかなり取っている。さあ、シュン選手。ダメージリードとかな、シュン選手。相性的にはどうなんですかね。どうなんですかね。まあでも上の方がかなりね、はい、範囲系が多いんで。そうですね、アイスウィズレビューだな。そうだ、これはかなりデッキ読みが当たったか。これもラバにどう対応するか。さあ、アイスウィズ出しづらいですね。防衛していくのかどうか、防衛するのか。守る、これ、これ守る、これです、これ守る、これですね。ちょっと捨てないですね、捨てないですね。さあ、ギャング、アイスウィザード勝利して、お、でかい、これはでかい。いい、戦えないで。さあ、これは打ちった、これは打ちきましたね、打ちましたが、はい、あーっと、ダクネを処理して、さあ、処理、さあ、後ろからゴーレム展開、これはまだありますね。さあ、しかしかなりシュン選手押していますね、はい。こう攻め切るか守り切るか。リガーがあるんで674も結構削りやすい。さあ、バルーン、バルーン、さあ、ガゴ、オーニーはビビドラ。さあ、しっかりビビドラで3ガゴ処理していく。さあ、リガーをアイススイッチに当てて、このダクが良かった。さあ、無理やりバルーンを通して、さあ、あと守り切れるか。さあ、ゴレ20秒。さあ、どうだ。さあ、ゴレプラス、間に合うか、これは。さあ、形を作って、これは間に合いそうですかね。間に合いますね。さあ、形を作って、しかもファイブを打った後でかなりこれが死んでる、はい。さあ、置いたき、あ、負けた、負けた、負けた。まだ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 参る。こっからどう逆転しろとは。いやー、しぐって、出したくない言葉が今出てきます。まあ、決勝に駒を進めたのはラット選手となりました。おめでとうございます。決勝じゃないですね。いやー、ナイスゲーム。お疲れ様です。